気象予報士試験19、18年度、17年度、19年度、20年度、全国気象業務センターの、いろんな試験問題ですね、これ。地名と実技の問題とか、あります。で最新気象技術講習会教材ですね。資料の話。気象予報士試験問題と正解。21年度第2回試験、22年度第1回試験。それと、天気予報の技術。ですね、これも天気予報の実技演習例題集と、これはあれかな、気象予報士学科試験よし簡単語を聞く送っていただきました。使用法時間とテキスト、これは何でしょう。使用試験実技編法務者のですね、こんだけを送っていただきました。ありがとうございます。